コツの趣味部屋へようこそ。今回もね、ドラゴンボールフィギュア紹介したいと思います。前回ね、グランジスタの方を、紹介させていただいたんですが、まあ通常カラーの方ね、で今回は、ブラックバージョン、はい、そちらをねちょっと見ていこうと思います。はい、しゃっ、はい、ということでね、こちら、用意させていただきましたけれども、また、通常カラー版がありますが、これは後ほどねお知らせするとして、まずはね、こちらの、黒、こちらをねちょっと見ていこうかなと思います。ではね、早速、まあ、多分中身はね、ブリスターとか、袋とかはね多分一緒なんで、もうすでに組み立てちゃいます。はい、はい、ということでね、組み上がりましたんでね見ていきましょう。はい、こちらちゃんとね、もう真っ黒です。真っ黒、うん、真っ黒なんでね、なんだろうな、でも真っ黒の中にすごいなんかねかっこよさがあるんですよね。しかもこのね、補助パーツも黒っていうことでね、こう見てください、こう真っ黒にしたことによって目のこの銀色の部分がね際立って見えるっていうね、これがかっこいいよね。いやこれはね、この黒もねすごいいいです。これ最初黒いらねえよと思ったんですけどね、いやこれはありですよ、うん、いやこれはこれでねすごいね、普通の通常カラーのなんかこう影みたいな感じでね、一緒に飾るのもいいと思いますね。いやこれ黒もすげえかっこいいな。これ通常カラーもこう合わせますけれど、まあこういう感じですよね。でもこういう影みたいな感じでこう重ねてもいいですしね、こう、こういう感じでね、それかもうねいっそのことも影だからもうこう正反対にこう背を合わすみたいな、こういう感じに飾るのもかっこいいですよ。これやべえ、これいやこれはいいね。いや白黒これは両方あった方がいいっちゃあった方がいいですよ。いやこれはね、うわ素晴らしい、かっこいいね。でちょっとね、コメントでね、いただいてたんですが、前の一番くじかな、そちらの、身勝手の悟空とちょっと比べてみてくださいっていうふうに言われてたんで、ちょっと見比べてみようかなと思います。はい、それがね、こちらになります。はい、大きさはね全然違いますけどね、はい、スケールはね、はい、まあこれはこの悟空です。まあ お分かりになる方は、すぐ分かると思いますけどね。まあ自分はちょっとね、手加えてますけれど、うん、とビビたるもんですけど、まあ、それはね、動画内にも撮ってあるんでね見ていただければなと思います。最初はテッカテカだったんですけど、ちょっとツヤ消し吹いてちょっとねこうウェザリングを施してるんで ねちょっと見栄えは普通のとは違いますけれども、はい、これとこれをね見比べてくださいっていうことでね来たんで、顔をまずね見るとね、まあ明らかに違いますね、うん、いい部分とあんまり良くない部分がねお互いある感じになってますね、うん、目はねグランジスタの方が鋭くなってる感じで、こっちはちょっとね目
目というかね、あれ 目のなんだろう、幅っていうのかな、うん、そこがねちょっと広いのかな、なんか鋭さがないですよね、こっちの一番ケチの方は、うん、こっちの方が鋭睨みつけてる感じがあるんでね、うん、まああと頬とかのラインは、若干こっちの方がいいかな、一番くじの方が、まあ大きさのあれもあれにもよるのかもしれないけどな、まあ、こう見ると全くもう別物みたいな感じですけどね、こっちの方がスマイル系にしますね。ね、こっちの方が顔として認証。はい、ということでね、こういう風にね、置いてね、ちょっと見てみますけれども、下半身とかもね、まあ、グランジスタの方が作り込まれてはいますよね。うん、あと筋肉の造形とかもやっぱグランジスタの方が、いいですけれども、そのスマートさっていうかな、スタイリッシュさで言ったらやっぱりエイジ。ショック。はい、ところどころね、ちょっとカメラの電源が落ちちゃったんで、撮り直してますが、背面でも比べてみるとね、こういう感じですね。まあ、そういうね、筋肉のつき方とかね、そういうのでね、好みは分かれますね、うん、まあ、足の太さも全然違いますしね、だからそういう点ですね、どっちも良し悪しはあるっていう感じです。腕の太さが全然違いますもんね、はい、ということで、あとねちょっとね、グランジスタのこの悟空の方でちょっと気になることがあるんですけども、こちらを、ご覧いただければなと思います。はい、こちらグランジスターシリーズ全部まとめたやつなんですけれども、皆さんお分かりですかね、身勝手の極意だけ、頭身が低いんですよ、一緒の位置なんですけれども、こう比べるとね、バーダックとかあと隣のね悟空比べても全然スケールが小さいんですよね、これなんでだろうって思いますよね、なんで同スケールにしないんだろうと、ちょっと 0.5 ぐらい 0.5 回りぐらいちょっとちっちゃいくなってる感じがするんですよね、これがちょっとね、もうちょっと頭身が大きかったらな、なんで合わせないかな、不思議ですよね。はい、ということでね、今回も、撮らせていただきましたが、どうでしたでしょうか。いや、自分的にはね、この黒めちゃくちゃかっこいいなと思いますね。この目がね、すっごい際立ってんのがめちゃくちゃかっこいい、これ、うん、もしね、余裕があれば皆様購入またはね、ゲーセンにまだありましたら撮ってみて、実物見ていただければなと思います、ということでね、今回は、これにて終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。